どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、ターキッシュアラインのマイル、こちらでですね減額マイルキャンペーンがやっておりますので、本日はねこちらの解説やっていきたいなと思います。ということで今回はですね、ターキッシュエアラインズということで、旧トルコ航空がですね2014年に、ターキッシュエアラインに、ね、変更になったこの航空会社で、まあ、私自身はですね2018年とか19年のねダイヤモンド仕様で、まあ、結構ね利用させていただいたマイレージサービスなんですけども、こちらはですね減額マイルキャンペーンをやっているっていう風になりますんで、今回の動画ではですねこちらね解説していきたいななんていう風に思っておりまして、残念ながらですね今回のキャンペーンは日本発着の路線は対象外なんですよね。ですのでまあ利用される方っていうのはですねそんなに多くないのかななんていう風に思うんですけども、まあこういったね話も興味ある方ねいらっしゃるかななんていう風に思いまして、今回ねちょっとお試しで動画ね作らせていただきました。ということで今回の動画ね気になる方はねぜひね最後までご覧いただければなと思います。ということで公式サイトねこういった形になっておりまして、年末まで特別の特典航空券が 30% 割引ということで、選択した100都市で 30% マイル割引の特典をお見逃しなくということで、ターキッシュエアラインズのマイルスマイル&モアでしたよね、確かね、はい、合ってると思う、違かったかな、なんかそんないった名前だったと思うんですけども、まあ、こちらでですね減額マイルキャンペーンが行われております。特典はね、記載されている通り 30% 割引でね、利用することができて、予約期間がですね12月の25日までっていう風になっておりまして、搭乗期間がですね2023年の5月の31日までっていう風になります。で今回ね減額マイルキャンペーンが対象になっているのがエコノミークラスとビジネスクラスということで、ビジネスクラスもですね今回減額マイルキャンペーンね対象っていう風になってるんですよね。ですのでこのターキッシュエアラインズっていうのは、まあ、エコノミークラスビジネスクラス両方ともあるんですけども、燃油サーチャージがねちょっとかかる航空会社なんですよね。ですので、まあ、今回ね減額マイルキャンペーンっていう風になるわけなんですけども、まあ、マイルは下がりますけども、燃油サーチャージねちょっとかかりますので、ビジネスクラスで、ね、利用していただくのがねいいのかななんていう風に思います。またね今回のキャンペーンね、片道でも往復でもね利用することができまして、またね利用するにはですね条件がありまして、ちょっとね全部の名前はですね出せないんですけども、こちらね約何都市だ、100都市なんですけども、このね対象の、都市から、このターキッシュエアラインの特典航空券で、発券していただくと、今回のね減額マイルキャンペーンがね対象っていう風になっておりまして、エリアとしてはエジプトのアレクサンドリアとか、ヨルダンのアンマ、レバノンのベイルート、ドイツフランクフルト、フィンランドヘルシンキ、フランスのリヨン、スペインのマドリード、オーストラリアウィーン、スイスのチューヒヒで、アジアではインドネシアのジャカルタ、マラシアのクアラルンプールとかね、まあ、ここら辺が対象になっておりまして、まあ、アジアからですねヨーロッパまでね今回このキャンペーンでね対象になっているっていった感じになってるんですよね。で冒頭にもね言ってると思うんですけども、残念ながらですね日本発着は対象外っていう風になってるんですよね。これ日本入れてくれたらねめちゃくちゃいいキャンペーンになったんですけども、残念ながらですねあのアジア寄りで一番近いのは多分クアラルンプールかジャカルタとかそこら辺になりますかね。多分それ以上ね日本寄りの都市はね今回のキャンペーン入ってないと思うんですけども、いやねこれ入ってればねめちゃくちゃ良かったですよね。で実際のね必要マイル数どのぐらいなんだっていう話なんですけども、簡単に検索してもね結構いいの出てきます。まずねエコノミークラスだとイスタンブールからニューヨーク路線、こちら、エコノミークラス3万1500マイルで、チューリヒからヒューソン、こちらエコノミークラス2万1000マイルで、クアラルンプールからイスタンブールエコノミークラス2万1000マイル、ビジネスクラスだと3万1500マイル、ビジネスクラスで3万1500マイルってめちゃくちゃすごいですよね。でねこれ結構のね長距離路線も3万1500マイルでね発見することができて、チューリヒ、スイスのチューリヒから、アメリカのワシントン DC、 この区間もですねビジネスクラス3万1500マイル、またねシカゴからチューリヒ、ここもですねビジネスクラスね3万1500マイルでね発見することができるんですよね。必要マイル数かなり少ないですよね。これね検索してね結構びっくりしたんですけども、まあ、こういった感じでですね日本発着は残念ながらないんですけども、外国から外国のねこの対象の都市であればですね3万1500マイルで、しかもビジネスクラスでね
利用することができるっていう風になりますんで、ぜひね、気になる方はですね、これね、発見していただくのもね、いいのではないのかななんていう風に思います。で、ターキッシュエアラインのね、マイルはどうやって貯めるんだって話なんですけども、毎度ね、登場しておりますけども、ターキッシュエアラインのマイルはですね、マリオットボンボイポイントからね、交換することができるっていう風になりますんで、今回ね、2万1000のエコノミークラスであれば、まあ、6万ポイント交換していただければね、発見することができますし、ビジネスクラスはね、3万1500マイルっていう風になりますんで、6万ポイントで2万5000マイル、さらに2万ポイントが必要っていう風になりますんで、まあ、8万ポイントあれば、今回のね、ビジネスクラス、片道ですけどね、乗れる計算になりますんで、まあ、8万ポイントでね、ビジネスクラス、長距離路線ね、乗れるのであればですね、かなりいいのではないのかななんていうふうに思います。で、冒頭にもね、言いました通り、残念ながらね、燃油サーチャージが片道大体2、300ドルね、かかりますので、まあ、この点はね、しょうがないのかななんていうふうに思うんですけども、まあ、3万1500マイルでね、ビジネスクラス乗れるっていう風になりますんで、ターキッシュエアラインズのね、ビジネスクラスもフルフラットに、ね、なるシートっていう風になりますし、またね、私はね、相当前に乗ったんで、今から見てくれっていうのは結構恥ずかしいんですけども、ビジネスクラスね、私も搭乗したことありまして、コックがね、機内に乗ってるんですよね、ターキッシュエアラインズのビジネスクラスって。で、コックの方が、まあ、料理をね、機内食ね、聞いてくれたりもいたしますので、食事はね、めちゃくちゃ美味しいです。このね、ビジネスクラスもね、かなりね、満足度高いので、結構ね、おすすめっていった形になります。でですね、ちょっと残念なポイントが一つあって、これね、会員登録しないと必要マイル数ね、調べることができないんですよね。ですので、会員登録してからですね、必要マイル数ね、調べていただく形になるわけなんですけども、これね、システムがあんまり強くないのかちょっとわかんないんですけども、サファリとかでやるとですね、Apple の iPhone とか、Mac とかのね、サファリでやると、これね、会員登録で国とか選ぶじゃないですか。なんかね、うまくいかなかったりしたんですよね。ですので、もしね、これから会員登録して、必要マイル数で調べたい方は、Google のね、Google Chrome とかでね、会員登録していただくと、結構ね、スムーズにね、利用できるかな、なんていうふうに思いますので、この点もね、覚えておいていただければなと思います。ということで、今回ですね、ターキッシュエアラインズのマイルがですね、減額マイルキャンペーンということで、解説させていただきました。ちょっとね、こういった動画がですね、どのぐらい反響があるのかっていうのと、ご興味がある方ね、どれぐらいいらっしゃるかっていうのをですね、ちょっと知りたくて今回ね、作らせていただきました。個人的にはですね、こういった海外路線のね、必要マイル数が、減額マイルキャンペーンになってるのね、個人的にはね、結構好きなんですよね。実際に調べてね、どのぐらいのマイルでどのぐらいの費用で発見できてみたいなね、最近ね、エアカナダとかね、結構調べておりまして、個人的にはね、結構好きなんですけども、どのぐらいね、需要があるかっていうのはね、ちょっと動画作ってみないと分かんない部分でもありましたので、今回ね、動画作らせていただきました。ということで、今回の動画はね、こんな感じで終わりたいなと思います。この動画が役に立った方は、いいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私、ブログ、ツイッターもやってますんで、フォローチェックしてあげるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。What's wrong and why you never said you felt that way? Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away.